運命は時に残酷ですよ。すべてが思い通りまくるわけじゃないよ。ただし、変えられる未来はありますね。身長ビヨン、石垣博士、整形が専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのですが、ズバリですね、14歳6ヶ月のオニタさんの動画です。同じような年齢のお子さんね、まあ、13歳とか14歳とか15歳の方は、ね、ぜひこういったのをご覧いただくと、自分とね、まさに照らし合わせていただいて、どういった状況なのか把握するのよくわかると思いますので、ぜひこういった動画を参考にされてください。それでは早速ね、画面の方がね、書いてやっていきたいと思います。はい、それではですね、実際の説明書をね、使いながら皆さんにも説明していきたいと思います。まさにね、あの、カウンセリングしてるような感じでやっていきたいと思います。通常ですね、まずカウンセリングスタートです。まあ、現状としてはこういった目標の身長を皆さんに聞いています。私のところはですね、病気ではないんだけど身長を伸ばしたい人を、ね、治療対象としてますので、どういった目標になってくるかによって治療の提案が変わっていきますね。病気を治すって意味だと、お医者さんので勝手に決まるってところなんですけど、私のはね、皆さんのご希望を叶える、希望を叶えるような治療になりますので、まあ、どういった希望があるのか、目標があるのかを皆さんにお伺いしてます。目標の身長ですね、すごく重要なんですけど、ご両親の意見が大事ですよって、これすごく皆さん覚えておいてください。これ見ていただいている動画のね、半分は大体お父さんお母さんの方で見ていただいてます。お父さんお母さんの方はね、ぜひね、目標の身長を決めてしまってください。決めて、それをお子さんと共有するというか、もちろんね、こうやってお子様の意見も大事なんだけど、お父さんお母さんがしっかりとリードしてあげるってことが大事だと思います。お子様って身長が将来どういった役割を示すのか、ね、イメージ湧いてないことが多いです。私ね、学歴なんかと似てるんじゃないですかってご話をしています。皆さんね、小さい頃なんかね、いい学校行く必要なんかないんじゃないかとかね、そういったこと思うんだけども、そうなるとね、少しでもいい学校に行った方が得だとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけども、学歴と、こう身長ってやっぱりお父さんお母さんの方でしっかりとリードしてあげることが重要でしょうというふうに私は思っています。どうして身長伸ばしたいか、こういったところを明確にする必要があります。特に何が何でもね、させたい身長、どうしてそういった身長をさせてあげたいのか、こういったところを明確にすることによって、どこまで、ね、治療するのかとか、そういったところが決まってくると思います。身長伸ばせる時期って限られてますよということで、今回ね、14歳6ヶ月のモニターさんになります。原則的にはですね、14歳以上だとですね、受診自体はもうあまり進めてない時期になります。というのはですね、治療効果が得るのがかなり難しい時期になってくるから、そういった意味だと、それよりもね、前に受診していただくってことはすごく重要になります。まあ、とはいえ、こういった動画見ていただいている方は、おそらく、まあ、13歳、14歳、15歳と、かなり年齢が進んでいる方だと思いますので、こういったのを参考にされてください。少なくとも伸ばせる時期ってかなりね、短いんだよってことをよくご理解いただく必要があると思います。運命は時に残酷ですよってことで、これは身長に限らずなんですけど、皆さんね、目標が全て叶うかというと、そういったことではないですよね。必ずいろんな状況があるわけですので、受験もね、期待大学に行けるとか、そういったことは必ず言えないわけで、努力をするっていうところだと思います。全てが思い通りまくるわけじゃないよ。変えられる未来はありますねっていうところになります。1センチ大事にしてねって、これすごく重要なポイントだと思います。1センチ大事にできない人は身長伸ばすので、本当に向いてないです。試験であれば1点をもぎ取るような気持ち、そういったような気持ちがない人は成績が上がらないと同じだと思いますね。筋力トレーニングとかね、1キロでも重いものを上げてやるとかね、そういった気持ちがすごく大事だと思います。体重もね、本当にわずかなその1グラムダイエットもしするのであれば、1キロへのこだわりが5キロ、10キロのダイエットにつながるでしょうってところだと思いますので、同様にして1センチを大事にする心を大事にしてくださいってことですね。通常診察なんですけども、私の方でも大体30分から60分ぐらいってところでかなり長くやりますので、皆さんもね、私の方を受診していただくと詳しく説明していきたいと思います。それでは、ざっくりなんですけど、まあ、通常通りですね、まあ、最終身長ですね、このまま治療しなかった場合何センチになるのか、そしてどういうふうな治療ができるのか、生活習慣どういったところを気をつけるのかってところ簡単にお話ししていきたいと思います。実際の診療のダイジェスト版みたいな感じで今回やっていこうかな。で、今回で目標はってことで、まあ、これね、今回お伺いしてないんですけども、実際のカウンセリングとかだと目標の身長とかもお伺いしていきます。それに向かって私のね、アドバイスしていきますよというところになります。それでは最終身長の予測していきましょうということで、今回は14歳と6ヶ月で 161.5センチのお子様になります。まず最初のデータとか一つ目ですね。最終身長予測する上において5個の項目を総合して予測します。1番目が現在の身長、2番目が過去の身長、3番目がレントゲン検査、4番目が思春期症状、そして5番目が両親の身長。これら総合して最終身長を見極めていきたいと思います。それに対して採血の項目を参考にしてさらに修正を加えていくってことですね。まあ、実質的には6項目かな。最終身長で予測していきますよと。まず1個目の項目というか、現在の身長 161.5 なんだけど、これはどういった数字なのか少し見ていきましょう。まあ、いつも通りですけど、成長シートの方ですね。こちらの方で皆さんね、公式 LINE の方が自由にダウンロードできますので、まず公式 LINE の方でぜひダウンロードされてください。これを使うと、あっという間に最終身長の予測ができますよって、こういうシートですね。ぜひね、A3 で印刷することをお勧めしています。今回は14歳と6ヶ月ですので、こういうふうに皆さんもぜひね、線引いてもらって、で、こういう14歳6ヶ月とかで自分の身長に当てはめると。当てはめた時に最終的に何センチになるかっていうのを単純に下に真下に下ろせばいいわけですね。だから今回だと 167.9 とか 168.5 になるところが映像がつきます。167.9 から168.5ですよってところですね。ただし、これはあくまで平均的伸びでったっていうところの推察に過ぎませんので、これだけで最終身長が決まるわけではないです。これよりね、伸び率が高い子もいれば、これより伸び率が低い子もいるわけなので、まあ、そこがどうなっていくかと2番目以降に検討していきます。じゃ2番目ってことです。まあ、過去の身長で今日だけじゃなくて昔の身長どうなのって見ていくと、今回に関して言うと3歳6ヶ月あればこのお子さんでは 92.5 センチだったのかな、6歳6ヶ月の時は113.5
3センチとかそれぐらいと。7歳と6ヶ月の時は 119.5 センチぐらいかなっていうところで、こういうふうにどんどん推移していってよってところがここからわかります。で、これぐーっと見ていくと、ぐーっと上がって、まあ、12歳と9ヶ月。の時点で、まあ、ピークを打ってるっていうような感じになります。で、そのぐっと落ちてってってところになります。ピークがここに来たってところは、つまり、そして、早熟ですよという意味になってきます。で、今回関しては、まあ、早熟ですよってところで、最初お伝えしたような、こういった数字をやや低くなるでしょうという説明になります。で、それで、これ、早熟のよくあるグラフってことで、ここ少し参考に、勉強していきましょう。私の経験上なんですけど、まあ、当たり前といえば当たり前かもしれないですけど、早熟のお子様の、まあ、相談する比率が高いです。なので、これ、すごく参考になるかなと思います。まず一つ目、早熟のグラフの特徴ってことで、アルファとベータの類似する直線的に成長する18歳まで伸びないという記載があるので、こちらを少し勉強していきましょう。アルファとベータとは、つまりこの上る角度と下る角度ですね、ここのなす角度ですね、ここの角度は結構類似することが多いよって説明になります。次2番目、直線的に成長するというのはですね、ここですね、ここの部分ですね、伸びていく場合に直線的に成長するんですよって説明になりますね。こういったところもぜひ参考にされてください。当たり前ですけど18歳まで伸びないよってことで、そういったところになります。じゃあ今回ね、このグラフどうなってるか一緒に見ていきましょう。でこうやって見ていくと結構類似してるのがわかるかなと思います。上ってくる角度ですね、上ってくる角度がこういう風に形成される。でそれに対して下ってくる角度はこういった角度というところで、アルファとベータの角度というのは、つまりは、まあ、ここの角度とここの角度、こういったところが類似するよということで、今回も類似しているのがお分かりいただけるかなというふうに思います。で次はね、2番目の特徴では直線的に成長するよということで、こういうふうにグラフの場合だと直線に乗ることが多いよって説明になります。ちょっと細かい話をすると、直線的に言って最後にこういうふうにこう少しこうですね、トーンダウンとかこのカーブを形成するんですけど、途中まで比較的直線的に成長することが多いです。というふうに考えると、例えばですけど今回もこれをこうやって線を引いていくと、ざっくりだけこういう方向に向かって成長してるんだなっていうところになりますので、まあ、パッとね思い浮かぶこととしては170センチにまず行くことはないでしょうとか、そういったことがここがすぐ分かると思います。でさらにこれ細かくね、この数字を追っていきたいと思います。ここは 161.5 162162、162.3、162.8、162.7。で、これ、例えば、ここが162っていうので、ここが 161.7 とか、そういったところを見てみると、ここからここね、低くなるわけだから、こういったグラフって存在しないってことですね。身長って一回伸びたら低くなることはないから、163、163.5。ここらは矛盾するねってところですね。これ163.7、ここ163.5ぐらい、163.3。こうやって見ていくと、大体なんだけど、ここら辺だよね。162.8、162.8、163.3、163.5 でここで止まってるっていうことを考えると、ここら辺でほとんど止まるよって説明ですので、現状としてパッと数字として出てくるのが15歳と9ヶ月のところですね。15歳と9ヶ月のところでほとんど数字が止まってるってところなんで、この簡易的な予測だけども、簡易的に見てみると、このお子さんに関して15歳9ヶ月まで身長伸びるでしょうと。つまりあと1年3ヶ月程度で身長が止まるんじゃないかという説明にもなっていきます。ただこれあくまでも予測値になりますけどね。ちょっと細かく見ていきます。例えばだけど、成長曲線としてはこういう風な説明になってて、ここから163.5 で止まっていくとすると、こういう感じかな。さっきちょっとお伝えしたけども、直線的に最後だけ少しこういう風にね、こう来て最後こういう風にカーブが落ち込むことが多いですので、こういったところも参考になるのではないでしょう。ここからはまあ 163.5 なのかなとか、163.5 ぐらいかなとかってことを思ったりもします。まあただこれもね、これだけで確定するわけじゃないですよ。高校の項目を総合して予測していきますよ。次、思春期後半伸び率の概算ってことで、年間成長率が低くなってきたら特に有効なんですけども、思春期後半の場合、前年の成長率の半分が次の年の期待値になります。例えばこれまでの1年間に3センチ伸びたのであれば、1.5 センチぐらい次の年に伸びるでしょうと説明になっています。13歳と7ヶ月で 158.6 センチ。で、現在ですね、14歳と6ヶ月で 161.5 センチになりますので、まあ、例えばですけど1年間で伸びたので計算すると 161.5-158.6 ぐらい。ほとんど1年間ですけど 2.9 センチってことで、まあ、大体3センチぐらいかな。伸びたよという説明になると思うんですよね。まさにこの、ここに書いてある文章の通りですね。次の年は 1.5 センチぐらい。次の年は 0.75 センチぐらい。まあ、その次はまあ 0.3 センチぐらいとか、大体こういった数字になりますよってところなので、まあ、これが最終的に伸びる数字としては 1.5 たす0.75+0.3 はとかというと 2.5 センチぐらいというような説明になってくるかなと思います。で現在の身長が 161.5 なので、それに 2.5 を加えてあげると 164センチということで、まあ、ここから計算される数字としては 164センチぐらいに向かっているのかなという説明になります。次、レントゲン検査ってことで、レントゲンの検査に関して言うと、今回は15歳と一応0ヶ月というふうな判断をしていますので、まあ、そういった意味でもね、約半年ぐらい、この方が実年齢が14歳6ヶ月ですね、半年が早熟ですねという説明になりますね。平均的に伸び
びるようなことはなくて平均より低く伸び率がなるでしょう。ここを見ていくと全部矛盾がないので、こういったタイプはすごく予想が当たりやすいというふうに考えていきます。じゃあここちょっと少し、ね、レントゲンの方を見ていきたいと思います。こちらの動画ですごく参考になりますので、レントゲン検査ね勉強したい人はぜひこういったの見てください。こうやって見ると私の顔がずいぶんまん丸としてのよくわかります。それで半分冗談ですけどね。でちょっとレントゲン見ていきましょう。それではレントゲンの検査見ていきたいと思います。実際診察だとここら辺は説明する時間があまりないので、こういった動画すごく参考になるかなと思います。これが今回のレントゲンというような形になります。まずポイントとしてはこれが年齢になってくると、この指先の部分ですね、ここがレントゲンで男性が空いてるかどうかを見ていきます。で今回空いてないってところで、これがもう空いてない時点で14歳以上っていうのが確定になってきます。まあ、ちょっと仮にちょっと空いてる症例を少しお見せしようかなと思います。そちらもねモニターさんの内容を少し使いながらやっていきたいと思います。こちらはですね別のモニターさんのレントゲンの写真ですね。こちらのお子さんね12歳と1ヶ月っていうご年齢なんですけども、こうやって見てここ全然違うの分かります。さっきはここは隙間がなかったですね。ここもこういうふうに隙間が空いてて、ここも隙間が空いて、これがまあいわゆる骨年齢が若い状態と。でそれに対して今回はこんな感じ、さっきと全然違うの分かりますかね。ここの部分で完全に閉じてますよ、ここも閉じてますよ、ここも閉じてますね。こういったところを見て、ここは少し部分的に空いてるんですね。こういったのが少し見えたりすると少し若めに評価っていうような表現になっていきます。ここが全部閉じてて、ということで空いてるところはほとんどこことここだけと、まあ頭骨っていう骨と尺骨って骨なんだけど、まあここだけが空いてるよねってなってきます。で特にですけど最後の部分ですね、頭骨と尺骨が閉じる前にこの第五中手骨ですね、ここの部分が残ってることが多いので、ここが残ってたりすると14歳9ヶ月とか少し甘めの設定にしたりもしますけど、ここも骨端線閉じてるって表現でもいいかなと思います。まあ、超細かく見てみると、ここのこれ黒く抜けてるのがこれ骨端線の残存なんです。まあ、超厳密に言うとね、こうやって見ると少しねここにそのいわゆるその残存が見えるっていうのを、こういったら面白いかなと。こっちは完全に残存が見えないよね。これ、まあ、かなり超ハイレベルで、これお医者さんでも分かる人ほとんどいないと思います。こういったの、いわゆる骨端線の超残存、ただし閉じてるというふうに評価するのが一般的になってくると思います。15歳以上の場合ね、ここの尺骨の部分で、ここの部分も見ていくんですけど、ここの部分はね、半分閉じると15歳6ヶ月って判断なんですね。こうやって見てるとね、厳しい先生でここ閉じてるふうに判断すると思うので、その時ちょっともう少し厳しめの15歳と3ヶ月とか、そういうふうに評価する先生もいらっしゃるんじゃないかなと思います。一番厳しい先生は15歳6ヶ月というふうに表現すると思います。私の方はね、まあ、今回は15歳0ヶ月という評価になっています。少なくとも早熟判定であるということは変わりないと思います。成長ホルモン補充療法に関してすごく重要なポイントは、実際のカウンセリングでこういうふうに何ページにもわたって論文を使いながら、どういった効果があるのか、どういったところに気をつけるべきなのか、こういったところをどんどん説明していきます。例えばじゃあこういった治療ではどれくらい身長改善できるかってところなんだけど、こういうふうにまあ14歳以上になってくると受診を進めてないっていう理由は、治療効果低いからですね。ってことで、まあ、今回もね、まあ、治療効果得られても1から3センチぐらい、こういうふうに考えておくといいんじゃないかなと思いますので、なかなかね、治療が難しいというのをご理解いただけると思います。治療の費用に関しては体重に依存しますよってことで、53キロってところを考えると、まあ、年間で400万円とか、それがかかる覚悟でいていただくといいと思います。で成長ホルモンの他にも、ね、新規コントロールする薬とか、こういったのを使う場合もありますよ。今回に関しては、例えばね、超積極的に伸ばすのであれば、成長ホルモンやって、プリモボランやって、栄養補充するっていうのが一番の多いです。その場合だと、大体私、今の経験上、最高でプラス3センチとか、4センチぐらい上乗せ、この時期からでもできる子はできますので、特に170センチとか目指すのであれば、そういったところまでやりましょうと説明になります。プリモボラン、ステロイドってタイプの飲み薬ですよと。過去にもそういった動画を上げてますので、ぜひ参考にされてください。あと栄養指導、その栄養補充っていうような形になっていきます。論文上で明らかにいいものを私は皆さんに選んでますので、そういったのを処方していきますよと。具体的に言うと、亜鉛とか鉄とかビタミン D とかアミノ酸とか、こういったところを皆さんにお出しして治療していきます。ここから、ね、生活習慣についてお話ししていきたいと思います。生活習慣をね、喋るとね、30分以上かかるところで、こういった動画皆さんぜひ見てください。これすごくよくまとまっていると思います。今日はちょっとピックアップして説明していきたいと思います。独自のタンパク質のところだけ説明していきましょう。独自って大事なんですよ。その中でタンパク質が大事ですね。皆さんぜひ覚えておいてください。身長伸びる食べ物これだってことで、もうだいぶ私今と顔が違うけども、この時に説明してます。ね、顔が変わってるってのはそれだけ長い間で私はずっと身長治療に対して従事してるってことがよくわかりますね。顔が変わるぐらい年月が経ったってことですね。105個の国の生活習慣を見た論文とか見ていくと、オランダ、アメリカ、日本、タイ、カンボジアってことで、身長高い国の方がタンパク質の摂取が多いよって、そういったデータになってきます。例えばこれ直接鵜呑みにすると、アメリカ115グラム1日あたり摂取してて、カンボジア53グラムってことで、2倍も摂取が異なるよって説明になります。身長差15センチ以上、タンパク質をたくさん摂取した方がいいんだなってぜひ覚えておいてください。こちらね、動画で説明してますけども、タンパク質を含むおかず毎回2皿以上食べると身長にとってプラスですよっていうデータも出てきます。あとね、動物のタンパク質が大事だっていうデータも出てきます。ぜひね、動物性のタンパク質、いわゆるお肉ですよね。10人に1人ぐらいですね、まあ、たまにですね、こう牛肉 100g の中に 100g タンパク質が入ってるというふうに思ってる方もいるんだけど、勉強が足りないなというふうに印象になって、それは身長だけじゃなくてご自身の健康管理する上においてもこれぐらいね理解しておくと私はいいんじゃないかなと思います。お父さんお母さんも、ね、ぜひダイエットの
の知識として覚えておくといいでしょう。それで1日あたりどれくらいのタンパク質を摂取すべきなのか、こういった厚生労働省のデータね、少し見ていきましょう。これ厚生労働省日本人食事摂取基準ですね。こういったの見ていきます。例えばこれで見てみると14歳だと1日あたり推奨量が 60g 取ってくださいねって説明になります。これに関して言うと、まあ細かいところで言うと身長伸ばすためにこの表を作ってるわけじゃないので、まあそこが難しいところ。例えばもうちょっと取れるんだったら取った方がいいとか、そういった意見も十分あると思います。私個人的に意見を言うと、この子に関して 53.6kg、 体重から見てはもう少し取らせた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここちょっと動画内で割愛しますけど、実際来ていただくと実際の、ね、グラム数とかも私の方で指示してやっていきます。その中でね、卵がすごく大事だということで、皆さんも卵をぜひ2個ぐらい食べるといいかもしれません。卵の他にも牛乳飲むといいよというデータもあるので、そういったのもぜひ参考にされてください。まあ、そういうふうに卵とか牛肉とかそういったのを活用してタンパク質を積極的に摂取して身長伸ばしていくっていうところもやっていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日はねこれぐらいにしておこうかなと思います。で今後もですね、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしていきたいチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。